クランポップの田中佐穂です。そして九州女子役のカノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイということで、ね、夜間とアイドル対談企画ということで、はいはいね、ほぼ初めましてですよね。初めましてです。よろしくお願いします。ちょっと緊張しちゃう。緊張します、ね、でもなんか共通点が多いらしくて、私たち、はいね、例えば年齢が同じ、今20歳ですよね。はい、そうですね、2002年世代ということで、ヤギ座ですよ ね、 ですよね。何月生まれですか？私1月なんですよ。1月、そうなんです。12月です。おー、近い。いや、そうか、星座、はい、一緒ですもんね、星座、はい、あと血液型が一緒です。 A 型で、ね、で身長って何センチなんですか？私155なんですよ。あ、そうなんですね。149なんですよ。でもなんかグループで一番小さい同士みたいな、はい、そうですね、最初らしくてね、はい、なんかね、すごいですね、今パッと出てくるだけでも ね、 ですよね、すごい、たくさん共通点があって嬉しいです、ね、すごい。ありがとうございます、はい、ギュッてこうなった時に押しつぶされがちです。はい、はい、あ、確かに、はい、なんか写真撮る時とかも結構真ん中にいて、はい、ギュッてしてって言ったら、そうそう、そうなんですよ。なんか埋もれちゃうことあります、よく。はい、なんか他のメンバーってどれくらい身長差あるんですか？結構160センチくらいあるメンバーもいるので、うん、なるほど、割とみんな高いですね。そうですね。目線がこんな感じです。そうなりますね、はい、うちも他がすごい高いので、ね、めっちゃわかります、ますよね、はい、あとさっき小耳に挟んだんですけど、バ、はい、イオリンやってらっしゃったとか。はい、そうです。私も小さい頃やってて。そうなんですか？そうなんですよ、すごい。全然弾けないんですけど。私も全然弾けないです。あ、じゃあそこも一緒だなって。すごい、そうなんですね。そうなんですよ。たくさん、なんか掘り出せばたくさんありそう、ね、全然いっぱいありそうですよね。嬉しい、すごい。サホルンちゃん。あ、そうです、サホルンって呼ばれてます。私基本カノンちゃんとかカノンって呼ばれることが多いんですけど、うん、なんかあのノンタンって言われることもあるので、じゃあノンタンにしますね、はい、私は。じゃあノンタン、サホルンで。あ、ありがとうございます。かわいい、ノンタンとサホルン、ね、なんかふわふわしますね。確かに。すごい。すごい、どうしよう、初めましてすぎて。そう、すごい人見知りなんですよ。私も人見知りなんですよ。あ、それも共通点だ。すごいな。なんだろうな、九州女子力さんすごいかっこいいイメージがあって、うんうんうん、衣装も赤かったりするじゃないですか、はい、それでなんか、なんだろう、パッキッて確かにしてるイメージあって、ね、そうですね、なんかそんなに詳しいこと言ってないんで申し訳ないんですけど、いやいや、嬉しいです。すごいかっこいいイメージが。ありがとうございます。クランポップさん、あのお姉さんの割とイメージがあったんですけど、うん、あ、ですか？なんかあのライブ映像を見させていただいた時に、はい、意外とこう可愛い曲、あの、うん、あー、竹の子、竹の子前のニョッキーのやつが可愛くて。ありがとうございます。なんかそれでこう大人可愛いの印象に変わりました。あー、ありがとうございます、はい、なんか歌が本当にみんなお上手で、いやいや、そちらこそっていう。でも衣装結構赤のなんかイメージあります。最近今赤い衣装 で、 ですよ、ね、ちょうど一緒みたいな、はい、似てる感じで色だけ、ね、で、あとここ の、 あの、はいはい、クラウンいつもなんかついてるじゃないですか、はい、すね、あれが可愛いです。嬉しいです。クラウンってめっちゃ可愛くないですか？本当ですか、はい、確かにね、ちょっとキラキラってして、そうです、可愛いです、可愛いです。私すごい甘えん坊の妹キャラです。そうなんだ。そっか、他のメンバーって年上が多かったり。そうですね、一番年も下なので。あ、なるほど。お、いいですね。私何担当なんだろう。あ、なんか食べるも、食べる担当。そうなんですか？結構なんか
ライブとかでお弁当だったり用意していただくことあるじゃないですか、はい、それを真っ先に見に行って今日何々だったよって伝えに帰る担当してます。いいですね、私もそう担当いい今日肉と魚だったよみたいな、唐揚げだったよ、いいですね、なんか楽しそう。私も食べるの好きなので。本当ですか、はい、なんか一緒になんか食べたい、うん、ね、食べに行きましょう、はい、ね、何好きなんですか。牛タンとチョコミントと桃とマンゴーが好きです。私チョコミント食べたことないんですよ。そうなんですか、そうなんです。食わず嫌いみたいな感じですか。そうですね、なんか二択に分かれるじゃないですか、チョコミントって、はい、なんか歯磨き粉派と超美味しいよ派みたいな、はいはい、それを聞いてたので、そこからまだ手をつけられずに、なんかおすすめのチョコミントのものとかあったりします。でもやっぱりスーパーカップのちょっとあの量を量派、はいはい、あ、なるほど、質より量派の人はスーパーカップのチョコミントが、なるほど、確かにいっぱい入ってますもんね、はい、あれなんかあの美味しいのを食べたい人はなんかチョコミントっていうのがあるんですよ。アイスでですか、はい、なんか緑の見たことあるかもしれない。あれはあの味質を求める方はなるほど、じゃあちょっと私量派なのでスーパーカップをちょっとじゃあ帰りに寄って見てみます、はい。遠征とかで来られてるんですよね。そうなんですよ、なんか毎月来てるんですけど、うん、はい、車で移動してて、車で、そうなんですよ、福岡から東京まで毎月車でやってきてるので、あのやっぱりどう車の中でいかに快適に過ごすかっていうので、うん、あの動きやすいこうゆったりした服装で来てます。何時間ぐらいかかりますか、ざっくり13時間とかですね。大変だ。そうなんですよ、だってほぼ座りっぱなしですもんね。ほぼ座りっぱなしです足とかもうなんか肩もあります。そうですよね、そうなんですよ、なんか、それをそうですよね、もうそんなにリラックスした格好じゃないとやってられない、はい、もうあの、ね、こういう枕とかをこうつけて、なんかでも割とこう富士山見えたりとか楽しいです。はいはいはい、なんか寝てから着くので、あ、確かにそうなんだ、はい、なんか遠征とかで荷造りすることよくあるじゃないですか、はい、なんか心がけてることとか持ってくるものとか。荷造り超苦手なんですよ。本当ですか。そうなんですよ、もう本当私もギリギリまでやらないタイプで、うん、一緒ですね。そうなんです、あの夜あの寝ずに徹夜で荷造りして、朝方出発みたいな。でも車だったらできるだけ小さくしろとか言われません？はい、そうなんですよ、結構あの大きいキャリーだと入らないあ、そうですよね、のがあるので割ともうパンパンに詰めて、なんだろう、私も荷造りギリギリまでやらない派で、なのでもう最小限しか持ってこなくて、もう何かあったらもう現地で調達するのがいいやの心意気で、ね、なるほど、本当に洋服とメイク道具ぐらいしか持たないんですけど、なんか1回だけすごい大荷物の時があって、一回なんか何泊かする時に筋膜ローラー持ってったことがあって、なんか超買い立て、すごい買い立てで、あのウキウキしてる時に一回大きいのが出て、結構大きくないですか？めっちゃ大きいです、こんな、ね、大きいキャリーで行ってたんで、お土産とか入れるように一回持ってったんですけど、やっぱいらないなと思って本当に使わなくて、一回転がしただけで終わっちゃって。でもね、なんかあの新しく買ったものって持って行きたくなりますね。持ってきたくなりますよね。なんかコテとかを無駄に持ってったりとか、なんかスキンケアとかも。そうなんですよ。あっかり買ったし持ってっちゃうみたいな。で結局、ね、いつの間にので良かったかもみたいな。ありますよね、心配性なんですよね、すごい。わかります。だからもうギリギリでやるくせに心配性だから、とりあえず最後いろいろ詰め込んでいくっていう直前になって、あ、やっぱこれもみたいな。そうなんですよ、あります、うん、確かになんかお菓子とかお味噌汁とか持ってきません？持ってきます。なんか日本国内なのに海外とかなら持ってく方よく見るけど、全然日本なのに、日本なのに持ってっちゃう。わかります、安心しますよね、うん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 、でもお出汁の、ね、はい、味噌とね九州とかって味噌の味違ったりします？確かにどうなんだろう、一緒かな、なんか赤味噌だったり白味噌だったり。別の料理しないのお味噌、え、なんだろう、なんだろうね、でも赤じゃない気がする。じゃあ一緒なのかな、白白赤
って何？なんか名古屋の方とかってあ、なんか濃いやつですよね。そうですそうです。あんま濃くはない気がします。あ、じゃあ一緒一緒ですかね。ムービー私もそんな詳しくないんですけど、料亭の味みたいな、すごい美味しいですよね。美味しいですよね、お味噌汁。はい、大好きです。お味噌汁、具材入れるとしたら何が好きですか？すごい、絶対ここじゃない、広げるところ。こんな、大丈夫だったかな。すごい、なんかたわいもない話でしたが、はい、ね、前半ということでね、はい共通点いっぱいありましたね。ありましたね。でも、ね、もっと探せばいっぱいありそうですね。だからね、今度の月間ランドまでにもいっぱい見つけましょう、はいはい、たくさんお話ししたいです。はい、こちらこそありがとうございます